不調のエンバペがフランス代表招集外だった本当の理由がこちらです。エンバペがフランス代表招集外を語る。エンバペ、11月にフランス代表でプレイしたかった。僕を招集しないのはデシャン監督の決断だった。理由は言えない。ごめんなさい。監督が言いたいなら言えばいい。でも僕が言うことは許されない。エンバペは代表でプレイしたかったのか。勝手にマドリーで不調だから休みたいのかと思ってた。まあフランス代表ならエンバペいなくてもなんとかなるだろうし、デシャン監督が招集しない理由もわかる気がする。エンバペが今足りないのは自信だからね。できれば代表で自信つけて帰ってきて欲しかったが。関係ないけど、世界最高の選手であるエンバペが怪我でもないのに招集外にできるフランス代表の選手層が羨ましいわ。日本だったら三笘や伊藤、久保が怪我でもないのに招集外だったら荒れそうだし。11月のフランス代表招集外だった当時のエンバペはシュート決定率がラリーが得点ランキングで最下位、得点数は PK 以外でわずか3点。そして守備を全くしない。とても代表に呼ぶべき成績や状態ではないし、フランスにとってもエムバペ本人にとっても今はレアルでの練習を優先させてフィットに集中させる選択は正解だったと思う。当時のデシャンの会見は動画で見ると厳しいと感じました。エンバペを突き放しているように感じた人が多かったです。デシャンは法的問題やチーム規律を乱すことに対して厳格だからね。キープレイヤーとかは関係なく、チームマネジメントの観点で判断をするイメージはある。それが競技的かそうじゃないかに関わらず、個人の問題が解決すればまた呼ばれるでしょ。まあエンバペが代表招集外で暇になるのはいいけど、代表試合当日にナイトクラブで遊ぶのはやめような。